まあ、チャンピオンズリーグなんかを見てると各国のトップ同士はまあ力が拮抗してるかなっていう風には見えますね。結構どこのチームが勝つかわからないっていう風な感じなので、まあ、そこは拮抗してるのかなっていう感じはします。でバルサ以外の試合見てると結構そのフィジカルバトルになるケースがあるなっていう感じはしますね。うん、まあ、ボルフスブルグチェルシーなんかとかも見てても結構こうガツガツバチバチなんか蹴り合ってパチンみたいな、そういうやり合いになってしまうみたいなゲームになりがちなんですけれども、ただまあヨーロッパの中でもまあ比較的その弱小とまではいかないんですけど、そのまあデンマークのチームだったりスウェーデンのチームだったり、まあアイスランドとかですかね、まあその辺のあたりでチャンピオンズリーグに出てくるチームもあったりするんですよ。パソコリいうチームに関してはまあしっかり勝つっていう感じなんですけれども、数年前からチャンピオンズリーグもやっぱ形態が変わってリーグ戦から行うようになったので、まあ、私たちの時代はもういきなりトーナメントからだったんで、そこがすごくちょっと変わってきてるなってところありますね。各国のトップのレベルがやっぱり上がってきてるので、チーム数もこう増やせるっていうような感じになってるのかなっていうふうに思います。まあクラブレベルではね、まあ、そういうふうになってきてる、そういう風な現状がありますけれども、まあ、代表レベルでこう見た時にその、ね、アメリカとヨーロッパを比較した時にですね、まあ、アメリカは結構まあ岐路に立たされてるなっていうのは実際自分もアメリカでプレーしてますし、アメリカ代表のサッカーを見てて感じるんですけれども、見ててやってて、まあ、両方ですね感じることっていうのは、まあ、その選手のサッカー理解度とその戦術実行力っていうんですか、そのいろんな戦術に対して実行する力、これがやっぱりアメリカの選手は結構やれることが絞られちゃうというか、理解度も低いですし、やっぱりフィジカルに頼ったサッカーをしてるチームが結構多いので、その難易度の高い戦術をチームとして実行するっていうのが結構難しい状況にあると思います。でもそれは結局ユース年代からの、ね、指導の仕方とかももちろんそうですし、そういうフィジカル能力、運動能力に長けてる選手しかこう残っていかないみたいなシステムになっちゃってるっていうところももちろんあるんですけれども、なんかそれをそこに頼らないしっかりとしたサッカーの技術で高い戦術を実行できる技術ですね、これらをこう身につけていかないと結構アメリカはこの先きつくなってくるんじゃないかなっていうふうに思います。で実際今回のワールドカップでもそれがやっぱりちょっと現れたじゃないですか。その一人で何とかして運動能力に任せたプレーでこう打開していくみたいな選手だけを集めて試合をしてしまったみたいなところがやっぱりあるんで、その誰かと何かを生み出すっていうところができる選手をこれからやっぱ育成していかないときつくなるなっていうのが私の意見ですね。うん、まあ、今回スペインが優勝したんですけれども、だからこれスペインリーグがね、全体のレベルが多分上がっていくにはもう少し時間がかかると思いますし、やっぱり各国台所事情っていうのがありますし、各クラブですね、そこの台所事情が変わってこないとリーグ全体のレベルっていうのは絶対に上がってこないと思います。で結局アメリカはその台所事情がの差があまりこうね激しくないっていうところがあって、これだけその競争の高いリーグになってるじゃないかなというふうに私は思ってるんですけれども、まあ、イングランドはね最近やっぱりお金をかけ始めて選手も集まってきてるじゃないですか、イングランド以外からのねその外国人選手っていうのが、まあ、その選手たちが高い質のものをこうもたらしていく可能性は非常に高いと思いますし、もう少し下位のチーム中位のチームがお金をかけれるようになったらもう少し実力差も拮抗してくるのかなってっていう風には思うので、まあ、イングランドに関しては、まあ、少しずついい方向に行ってるのかなっていう気はしてます。いい選手が集まることによってやっぱりベルの高い質の高いプレーをその普段からやっぱできるので、まあ、そこで切磋琢磨してみたいなところでレベルアップしていくっていうのはあると思うんですけども、アメリカもその点ヨーロッパの選手がやっぱり来ない現状があるので、あまり今回スペインね代表の優勝メンバーの一人エスター選手がゴッサムに加入したんですけれども、まあ、そういった世界的に活躍してる選手ヨーロッパでがなかなかこう来にくいっていう状況にもなってるので、そのねそのヨーロッパの中で
身につけたそのサッカー戦術実行力っていうところをそのアメリカのサッカーにもたらす人っていうのがやっぱり少ないんですよね。結局ブラジル人選手が多かったりだとか、カナダ、ね、代表選手が多かったりだとか、まあ、日本人も少し増えてはきてますけれども、圧倒的にね、そのブラジル、カナダ、アメリカ、あとその他諸国ですね、ヨーロッパ以外のその他諸国の選手が多いので、やっぱりどうしても運動能力に任せたサッカーになってしまうっていう現状はありますね、うん、で唯一あのボールをつなごうとするチームがノースカロライナっていうチームなんですけれども、まあそこは日本人が現在3人いますし、あのまあ日本人が来る前もそうやってつなぐスタイルに、ね、新しい監督になってからそういうスタイルに変わっているんですけれども、でまあ三浦選手がね入ったことによってさらにそれに磨きがかかってっていうか、まあそういうスタイルで戦っている唯一のチームと言ってもいいと思います。はい、でまあそういったチームがね今後やっぱ増えてくることによって、もう少しそのねサッカーの理解度とか戦術実行力っていうところが上がっていくのかなっていうふうに思いますし、でそのいう戦術をちゃんとチームにもたらせる指導者っていうのが今後必要になってくると思います。アメリカはまあそれをもたらせる指導者っていうのがやっぱ圧倒的に少ないですよね。でそれを落とし込める監督なので、そこが今後のアメリカの課題になってくるかなっていうふうに思いますし、まあ今ね、あの日本人の選手の方で海外に移籍したいっていう風に考えてる人がいるのであれば、アメリカに来ると結構やっぱり一人で何とかしなきゃいけない場面とか、その比較的やっぱり運動能力が高くないと結構厳しいリーグではあります。で、やっぱりその味方のサポートの距離とか全然ね、近くないですし、自分で何とかしなきゃいけない状況に追い込まれてしまうことっていうのが結構あったりします。なので味方と連携することももちろんそういうコミュニケーション能力も必要になってきますし、一人で何とかする能力を持ってないと結構厳しかったりするので、だからその辺のあたりを磨きたいと思うのであればアメリカに来るといいと思いますで、まあ、ヨーロッパはヨーロッパで、ね、ヨーロッパの良さがあると思いますし、まあ、戦術が、まあ、アメリカよりはしっかりしてるので、まあ、戦術の中でちゃんと力をこう発揮させてもらえる確率は高いのかもしれません。おそらく。まあ、アメリカだと、まあ、戦術がなかったりすることやっぱり多いので、ね、その戦術のない中で自分の、ね、力っていうのを発揮しなきゃいけないって結構難しいじゃないですか。なのでそこがアメリカとヨーロッパの今の違いかなっていうところはします、うん、ざっくりな私の感想ですけどね、これは選手としてプレーしてる中でと試合を見てる中でっていう、うん、なので徹底比較できてたかちょっとわからないんですけど、まあアメリカとヨーロッパの違いってまあそんな感じですね、うん、なのでこれからねマネーゲームによって勢力図がもしかしたら変わっていくかもしれませんし、アメリカも来年からまたね2チームクラブチームができるので、新しくでそのよってまたね力が分散されるのか、またはあるいはね、うん、どうなるのかっていったところではありますけれども、うん、なのでサラリーキャップとかもあってお金のね上限とかもあったりして給料の、まあ、そこがネックになってたりするして、そのヨーロッパのね高額な選手がアメリカに来れないみたいなね状況になってるっていう話も聞きますし、まあ稼げるうちに稼いでた方がいいとは思いますけどね。という感じで、今回は世界の中心はヨーロッパ、アメリカと欧州を徹底比較、A バランドールを取りたいなら欧州に行けというテーマでお話しさせていただきました。お役に立てれば幸いです。はい、ということでここまで、見てくださった皆さん、ぜひまだチャンネル登録してない方はチャンネル登録を、そしていいねボタンを必ず押してから次の動画に行ってくださると嬉しいです、でファンクラブ登録、ファンクラブ会員もですね随時受け付けております、こちら登録無料となってますので、あの概要欄の方に進んでいただいて、リンクを貼っておきますので、ぜひぜひファンクラブ会員登録よろしくお願いいたします。日本でオフシーズン日本でイベント企画をしてるって言ってるんですけど、なかなかプレーオフ進出するかしないかっていうの決まらないので、日程もなかなか決められないという状況になっております。はい、なのでアナウンスの方はもうしばらくお待ちください。ということで皆さんまた次回お会いしましょう。バイバイ。